Hey everyone, KTV, a ようこそ。日本一のポッドキャストを毎週火曜日お届けできてます。わかってますよ。え、もう火曜日じゃない。いや、こちら、アメリカのネバダ州、ベガスではまだ火曜日です。なので、まあ、ギリギリセーフかな。で、じゃあなぜベガスにいるか。メインチャンネルの方見てる方は、まあ、ご存知の方がほとんどだと思うんですけど、えー、今回、今年のこのベガスで1年に1回、 行われるるオリリンピアアアマチュアプロリファイににに出場するためにベガスの方に来てますで、一人では来てないです。えー、チームで来ていて、えー、僕、そしてカメラマンのタカ、そしてマリちゃん、そしてウェスリーが、えー、一緒に来てます。今、ベガスの時間がちょうど4時になりましたね。午後の4時になって、天気はもう晴れ晴れとした。もう最高の天気です。で、 うんまあ、今日いろいろやったんですけど、じゃちょっとさかのぼって、えー、なんかお話をしましょうか。で、あの、今日話す内容とか、さ、ま、ら、あ、にもっと、あの、カウントダウンシーズというメインチャンネルの方で、えー、出すので、まあ、そちらの方もお楽しみに。ただ、こちらはも、などっちかって言ったら、即情みたいな。即情っていうんですかうん。First Hand Information、okay.。o まず、えー、9日。 結構あの、もう1ヶ月以上前から9日に、えー、こっち飛ぶと決めてました。で、まさかね、その日に台風、まあその前日に台風が来ることは予想してなかったです。で、まあ台風が来たじゃないですか。結構ね、まずはその成田空港までの渋滞がすごい。まあ電車はほぼ止まっている全部。えー、まあすごい渋滞あったんですけど、早めに出たので、まあ空港には無事着いて、 結構問題なかった,です渋滞以外はただ、空港でいろいろ遅れが出てしまってその飛行機のスタッフが間に合わないとかいろいろ結局2時間半から3時間ぐらい遅れてしまって、えーまあ、長い話を短く言うと乗り換えに間に合わなくてまた乗り換えがスケジュールされて、まあ、なんだかんだ、えー、10時間、まあ、12時間ぐらいのはずの旅がさら、えー、にプラス23時間になった感じです。 でも、ご安心を。えー、カネキンは、ちゃんと食事をたくさん準備しました。なので、まあ、余分な食ーミールもあったので、まあ、パニックすることなく、まあ、ちょっと精神的には疲れたんですけど、まあす、まあ、特に、特に、まあ、大変すぎることはなかったです。で、ウェスリーがすごく運がいいことに、初めてじゃないですか、ウェスリーが海外、まあ、飛行機に乗ることが。最初から結構すごく落ち着いてて、なんか、本当 とかなって思うぐらいでやっぱり最後の方で最後の2時間ぐらい、えー、ダラスの方で乗り換えて、まあ、ダラスからベガスに飛ぶ時に結構やばい感じになりましたでも飛行機の中のお客さんとか隣に座ってる人はすごく優しくて、まあ、気遣いが良くて、ね、理解してくれました 面白いですよね子供自分の子供を持つまではなんかその飛行機の中でみんな閉じ込められ,閉じ込められている状,況で状態で赤ちゃんがギャーギャー鳴くのって結構精神的にやられるじゃないですか、ね、ただ自分の子供だとああ、そっか <laughs> ずっとあの何年か前、まあ、自分がまあ独身の時とかはでなんでこの子供騙をれ騙せられないんだろうみたいななんかしてあげればいいのにみたいな。 何もできないんですよ。<laughs> あの、まあもちろんお腹すいてたり、おならがしたかったり、ちょっと背中痛い、わかんない、痒ゆいかわからないんですけど、まあそのボトルとかを作ってるまでの間ってずっと泣いてて止めることはできないです。うん、それが赤ちゃんです。赤ちゃん欲しいものが分かってる。それをもらうまでは叫ぶ。じゃないとまあ生存できないっていうか、すごいですよね。まあまあまあ。という感じで、えー、ベガスに。 えーまあ、9日に出たんですけど、えー、時差の関係、まあ、ベガスは日本時間よりマイナス16時間なので、まあ、あのベガスに着いたのは同じ9日の夕方ぐらい。えー、っと、いろいろ、もっと早めに来る予定で、着いてから買い物とかいろいろか、まあ、トレーニングとか考えたんですけど、まあ、先,ほど言った先ほど言ったようにお声がたくさん出て。 うん。まあ、こっち着いたら、もうチェックインしたら、もう9時ぐらいやったので、うん。食べて、寝た感じ。で、大変です。やっぱりその、実際の関係で、睡眠時間が難しいんですけど、まあ、早めに来てよかったです。今日は昨日より全然調子いいし、で、朝も全然むくんでなかった。今日は最後のトレーニングもやって、まあ、食事もちゃんと食べてて、まあ、スプレータイニングとか、いろいろ、忙しい日です。明日はすごく、えー、楽。 ただカーボを食べて、一、まあ、日ずっと食べて休んで食べて休んでみたいな。で、なんか精神的にこの、何て言うんだろう、大会のピークいくて、面白くてくて、ディプリート、自分はゼロカーボンには今回1回もしてないんですけど、ディプリー、まあ結構低くする日もあって、でディプリートアウトといって、ちょっと体のグリコーゲン、まあ、全身を鍛えて、ちょっと菌内のグリコーゲンを超えて、なるべくまあ下げる。 まあ、トレーニングとかするんですけど、えー、体がすごく平べったくなります。もう本当にトレーニングしてるのかなと思うような体になったりする。で、今日は CT、えー、アスレティックジムって言って、あのまあ、皆さんご存知のボディビル、日本のボディビルレジェンド、山岸さんがそこにスペースを持ってると思うんですけど、えー、そこのジムでトレーニングをしてきて、えー、そうですね、ホテルから15分ぐらいかな、車で。 ちなみに僕らが泊まっているホテルは、オ、えーリーンズ・ Orleans? <The Orleans. S 1> The Orleans Hotel and Casino というホテルで、えー、実際、まあ、このホテルを選んだ理由が、えーまあ、このホテル内にその大会が行われる、レジスターも選手登録も、スプレータイリングとか全部この会場、同じ建物内でできる。部屋自体は、まあ、そんなに、まあ、結構まあプラクティカルというか、 うん、でもすごく豪華な感じではないまあまあ、えー、ジムの話か、えーうん、今日アスリートジム行って、えー、いいトレーニングできましたただそこでかい人が多くて、うん、なんかあのオリンピアウィークはなんかそのオリンピアで出場するプロは無料で入れるみたいなキャンペーンやってるみたいであの実はあの,あの人に 会えたっていうか会えたっていうかまあすれ違ったっていうか、えー、あのクラシックフィジークでもう3年連続オリンピアンの、えー、アラッシュ選手ご存知の方も多いかと思うんですけどなんかでかい人いるなと思ったら「あれアラッシュだ」って言って目が一回あったので、まあ、彼も、まあ、僕が彼のこと分かってるんだろうなみたいな目で見たのでまあちょっとねあの休憩中というか説途中で彼が結構近づいてきたのでそこでちょっと声、まあ、話しかけて、まあ、ちょっと握手してみたいな感じ。 自分彼の、えー、YouTube チャンネルちょこちょこ見てます。うん。だから YouTube 見てますみたいな感じで自分が言って。まあもちろん向こうは僕が YouTuber ってことは分かってない。<laughs> うん。なんか世界って広いんですよ。日本って本当にその言語の関係で、えー、日本語を喋る僕らはなんかこの僕らの世界でいろいろ固めていってるんですけど、世界的に見て、 まあ別に日本がどうでもいいってわけじゃないんですけど、ただ全然日本の知識がない。海外で筋トレ動画を検索しても絶対日本の動画って出てこない。言語が違う。誰も日本語わからない。僕らはまあだんだんみんな結構なんか検索するのがうまくなって、なんか発見してるじゃないですか。ああ、俺ジェフ・サイド知ってるとか、バームステッド知ってるよ、知らないのみたいな、うん。まあまあまあ、そんな感じで。でも向こうからしたら、うん。 僕を知ってるわけがない。それがなんか逆に新鮮な感じ。歩き回ってもみんなは僕を金金として見てない。だから、えー、そこがなんか新鮮な感じで結構好きです。あのー、国内で大会出るのすごく好きで、まあ皆さんとお会いするのとかすごく好きなんですけど、一つちょっと気に食わないことがあって、なんかあの <laughs> ネガティブになりすぎないように気をつけるけど、えーまあ、カニキンは有名だから上位に入れるとかもともとじゃあ何で有名かって考えた方がいいと思いますよあの <laughs> 体を作り上げたから知名度が上がったっていうこともあるので、うん、なんかその有名だから勝てるわけないじゃんだったら芸能人が出れば勝つ,勝つし、あのーまあ、有名であって損はないよマイナスではないと思いますよ、うん ただ、こういう海外の大会で本当に好きなのは、そのジャッジは僕のこと分からない。本当にその,もうその日の体、フィジークで評価してくれる。で今回、フィジーク的に、まあ、自信はすごく高いです。でも、アスレチックチームでちょっと自信は正直、ちょっとだけ落ちた。みんなでかすぎて、あのー、日本のステージとかバックステージにてもみんなでかく見えるんですよねで。自分は決してバルク派ではない。 小さい方でもないけど、まあ、中ぐらいかな、日本では。こっちだともう完全にバランス派。なので、今回の大会は、バルクで戦おうとかっていう考えじゃなくて、もう極限まで絞ってるので、あとはしっかりむくまないようにカーブをアップして、えー、まあ大会、まあ、そのステージプレパフォーマンスとか、そういうので勝負に行くつもりです。もちろん、えー、勝つつもりです。クラスもオーバーオールも全部勝ち取って、えー、そのプロ。 カードをカニキンジム、まあ、日本に持って帰りたいです。うん、で、えーまあ、僕の他にも、まあ、僕らが多分日本勢で一番最初に着いたのかな。今日、さっきエディが着いてちょっとメールしてきて、えー、トニーとかももうそろそろ着いてるのかな。で、なんかチーム NPCJ の選手とかは、なんかちょっとまた僕らみたいに空港でハプニングがあったりして、まだ着いてないようです。まあ、無事に着くこと。 願ってますっていう感じで今日は特に話したいことというかもう今起きてることの情報をすぐに伝えたかったので、えー、このセットアップをベガスまで持ってきました、えー、皆さん KTV 本当にいつも見てくれてありがとうございます Twitter、えー、の方をフォローしてくださいなんか Twitter とかでよく質問募集とかするので そっちフォローすると結構ね、盛り上がったりするし、えまあゲストも結構すごいのが、えもうすぐできますし、えそうですね。大会まで今日で残り2日。頑張ります。もちろん大会がメインで来たんですけど、えー、大会が終わったら、楽しく遊べるようにしっかり結果を残して、 Thank you very much. My name is Shun, and I'll see you next week on the next episode of KTV. Goodbye.